薩長同盟を成し遂げ、明治維新の立役者だった坂本龍馬は、慶応3年11月15日、1867年12月10日に起こった大宮事件にて暗殺された。日本を今一度、選択いたし申し候う、と志、日本各地を駆け巡りながらも、日本の夜明けを見ることなく、31歳の若さでこの世を去る。坂本龍馬を暗殺したのは誰か。多くの研究者が様々な犯行説を唱え、現在も決定的な回答には至っていない。歴史のミステリー。ここでは、龍馬暗殺における、様々な犯行説を見ていく。天敵、坂本龍馬を殺害、新選組犯行説。坂本龍馬を暗殺した首謀者として、初めのうちは、新選組犯行説が有力視されていた。新選組は、幕末期に組織された幕府側の治安維持組織の一つ。大政奉還により江戸幕府は崩壊。このことにより、新選組の存在意義は失われたことになる。当然、怒りの矛先は維新志士に向けられ、その中でも、中心的な役割を果たした坂本龍馬が狙われるのは、頷ける話である。坂本龍馬が暗殺された大宮には、呂色の鞘が残されており、また、切りかかる暗殺者が発した、来なくそ、という四国なまり言葉も、現場にいた、谷田敵が耳にしている。呂色の鞘と四国なまりから、伊予出身の新選組大使である、原田忠之が犯行に及んだと目されたが、確証には至らなかった。新選組大使の大石桑次郎も、原田と同様に捕らえられ、拷問を苦に、一度は犯行を認めたものの、後日撤回している。また、若き日の坂本龍馬は、北辰一刀流の桶町千葉道場で剣術を習得しているため、奇襲とはいえ、波の相手では歯が立たない。そのため、人斬り集団、新選組においても、凄腕で知られる三番隊組長、斎藤はじめも大宮事件に加担した一人として、名前が挙げられている。現在の定説、龍馬暗殺は、京都見回り組説。坂本龍馬暗殺は、京都見回り組によるものが現在の定説である。京都見回り組も、京都の治安維持組織の一つであるが、新選組とは、大幅に組織構成が異なる。剣客集団である新選組は、基本的に身分を問わない。脱藩浪人であろうが町人であろうが、剣の腕前がすごければ、誰でも大使になることができた。これに対して、京都見回り組は、旗本や御家人で構成されている。新選組よりも、エリート意識が高かったと言えるだろう。京都見回り組説が龍馬暗殺の定説となっている理由は、元見回り組の今井信夫の供述がベースになっている。この件は、函館戦争後の取り調べで明らかとなり、見回り組よりき、佐々木忠三郎と今井信夫を含む、渡辺義太郎、高橋康二郎、桂佐之助、土井半蔵、桜井大三郎、計6名の部下で龍馬暗殺に及んだと供述した。江戸幕府の崩壊は、同時に京都見回り組の崩壊も意味する。新選組同様、彼らも存在意義を失うからだ。代々培ってきた身分や、生活の基盤が根底から、崩れ去ったわけである。見回り組は、武家社会におけるエリート階級で組織された集団であるため、維新志士に向けられた怒りは、並々ならぬものと言える。坂本龍馬へ向けられた憎悪は、新選組を上回っていた可能性は否定できない。ここまで、坂本龍馬暗殺における、二つの有力な犯行説を紹介した。龍馬暗殺には、ここで取り上げた犯行説以外にも、様々な諸説が存在している。これは、新政府や旧幕府、外国勢力などが入り乱れた時代背景があるため、やむを得ないと言える。その中でも、意外性のある犯行説が、薩摩藩説だ。薩摩藩説を意外性のある犯行説と評したのは、
坂本龍馬と薩摩藩の関係性にある。京都における龍馬の定宿は寺田屋であり、薩摩藩や志士など、尊王攘夷派が利用する場所として知られていた。寺田屋事件とは、慶応2年1月23日、1866年3月8日、伏見奉行所が龍馬を捕獲するために寺田屋を襲撃したことを指す。寺田屋のお龍の機転、高杉晋作にもらったピストルを用いて逃走に成功。左指を負傷するものの、薩摩藩士に救出された。薩摩藩にかくまわれ傷が癒えた龍馬は、暗殺の場となる大宮に身を寄せた。同じ目的で共闘し、親密性のある坂本龍馬を薩摩藩が暗殺したとは考えにくい。ではなぜ、薩摩藩説が存在するのだろうか。これは、江戸幕府崩壊に至る最終局面で、龍馬と薩摩藩に食い違いが起こったためであろう。西郷隆盛をはじめとする薩摩藩は、あくまでも武力による倒幕を目指したのに対して、龍馬は天皇に権力を戻す大政奉還を提唱し、歴史は坂本龍馬を選んだ。薩摩藩からしてみれば肩透かしどころではない。振り上げた拳の行き場所がなくなったのである。共に日本の行く末を憂いた者同士ではあるが、一個人の立場で動く龍馬と薩摩藩では、新しい日本の作り方に相違が生じてもやむを得なかったのであろうか。振り上げた拳が龍馬に向けられ、暗殺という犯行に及んだ。この経緯を見ると、龍馬暗殺薩摩藩説も、意外とは言い切れない可能性を含んでいる。歴史上の人物の中でも、坂本龍馬は特に人気のある人物だ。脱藩浪人という立場からは、考えられない偉業を成し遂げたと言っても良いだろう。時代を見通す力や人間性など、龍馬を称える声はたくさんある。ただ、どうしても龍馬を語る時には暗い影が存在する。新しい日本のために奔走しながらも、日本の夜明けを見れなかった男の姿がそこにあるからだろう。坂本龍馬を暗殺したのは誰か。犯行説は、ここで紹介した以外にも諸説がある。もしかすると、未だ気づいていない歴史があるかもしれない。現在ある文献、諸説の検証、新たな発見など、龍馬の歴史を改めて追うことが、龍馬暗殺の鍵を握るのではないだろうか。